はいえー、皆さんこんばんは、えー、今日は、えー、日付変わりまして9月1一日土曜日で、えー、もう夜中の1時11分ですね。はい えー、明日はちょっと私、あのー、外出をしてくるんですけども、まあ、そこでね、えー、天気ちょっと問わず、えー、まあ,あ、ビデオカメラでまた撮影をしていきたいというふうに思ってます。はい。えー、今日は特にあの対談相手とかは、えー、いなくてですね、えー、私一人で、えー、まだね、このサブチャンネル立ち上げたばっかりなんで、えー、まあ、様子見ということでね、えー、一人でこう話をしていきたいと思います。 はい。今日はまあ特にね、このビデオとかそういうくくりはなしにですね、ちょっとこうカメラの話をしたいなと思ってます。はい。えー、で、カメラの中でもですね、えー、私、まあ、あの、昔ちょっと使ってたね、えー、EOS KISS デジタル ?KISS デジっていうんですかね。はい、えー。あんまり知識はないんですけども、ちょっとこれをテーマにして今日はね、えー、短く話して終わろうかなと思ってます。はい。私ね、えー、EOS KISS はですね、 今ちょっと思い出してるんですけども、えー、天体写真でちょっと使ったことがありまして、イオスキ s スデジタル XX2 キッス X2 かな、はいえー、というカメラを、えー、昔あの、天文改造つってね、なんかこう赤い星雲とかが赤外域までこう通すようなね、えー、そういう改造したやつを、えー、使ったことがあります。はい 違うなそれねえー、とねイオスキッスの X2 は冷却改造をしたあのなんかねこうペルチェツって、えー、CMOS センサーの裏にね、えー、なんかこう冷やすやつを改造してこう取り付けてでなんかこうノイズが少なくなるようなそういうあの改造してこう使ったことがあるカメラが確か X2 ですわはいでえー、とねなんかイオスキスって X になる前になんかこうありましたよね。EOS KISS ちょっと何もね、僕今見てないんでわかんないんですけど、で、X2 じゃなくて、X のやつ、初代 X かなはい。も、えー、使ってて、それも、あ、それもね、確かね、冷却改造したことがあってね、えー、し,たしたことがあって、というか私があの改造したわけじゃないんですけども、そういう改造をしてる業者さんがいまして、まあ、あの天体写真用にね、えー、使ってたと。 はい、いうことなんですよ。まあ、なんであれ冷やすかっていうと、冷やすとね、なんかこう、ノイズが、えー、減るっていうね。はい。まあ、天,天体写真とか撮るのには、まあ、向いてるということで、まあ、別に私、今、今日、天体写真の話するつもりないんですけども、えぇ、ー、キスデジタルっていうのは、えー、まあ、何台か使ってたよと、と、はい、いうことなんですよ。はい。で、<laughs> えっとね、イオ s キス、まあ、X2 を売却してからは、 えー、何使ったかな EOS k スキス XA4 とか使ったのかなちょっとね覚えてないですけども X2 うーんなんか1台ね普通の一般用の写真一般用になんかこう持ってたんですよねそれが X2 だったのかな、はいとにかく あのーまあ、何が言いたいかというと、ここ最近ね、このヨースキスデジタルのシリーズ、ずっとあるじゃないですか。あれの価値を、えなんかこう、再認識し始めてると、あのコスパの良さね、はい、えー、いうことを思ってます。つい先日、確かね、カジマックさんがですね、イオスキスデジタルの、ちょっと、あのー、いくつか忘れましたけども、それを買ったよという、まあ、レビューをされていて、 で、なんか、確か最初、えっ、ー、と、AF がですね、なんかこう、ライブビューかなんかでやっておられて、で、実は、あ、これ、あの、普通にこう、ファインダー覗くと、あの、ピントめっちゃ早いんだよっていうね、フォーカスめっちゃ早いんだよっていうことが、なんかこう、後で言ってて、うん。で、まあ、それを見ててですね、いや、もうなんかこう、普通に使う一般用途では十分だな、ということをこう、改めて思ったわけですよ。 はいでえっと私一時あのキヤノンの80いや 70D っていうやつを持ってましてそうあのね 70D 買ったのはあのまあ、えー、私 YouTube まだやり始めの頃でもう何年も前ですけどもそうあの何ていうのかなこう まあその時からね、映像作品とか、まあそういうビデオでなんか作るっていうのがこう興味がありまして、非常にこうフォーカスが早い機種が出たってことで、こう 70D をね、まあ結構早い時期に買ったんですけども、うん。なんかね、もう今、あの、今やですね、そのイオスキッスのえ多分最新のやつとかっていうのは、フォーカスとかもどうなんでしょうね、70D とかと結構いい勝負なんですかね、あの動画の AF っていうのは。 ちょっと私、あの、細かい仕様わかんなくて、今パッとイオスえ、キスデジってこう、検索かけたら、一番新しいのが、イオスキス X7i ってやつ ?X7i ってやつ。はい。これが多分一番新しいやつなんですかね。うん。一番、一眼レフカメラで、トップで出てくるんで、はい。 これが多分一番新しいやつですねで僕の知ってる X っていうのは、キス X っていうのは、本当、初代のやつとか、2とか、もうだいぶもう昔のやつですよ。はい、なので、あのー、多分ね、もう全然進化してると思うんですよね。はい、スチュール性能もで、ビデオ性能もね。 はい、で、その当時は、私、初代の X とかでも、私の昔のね、星の牧場っていうところを検索してもらうと、えー、冷却キス DX とかっつってね、はい、あの、やってるんですけど、その,その時でも、あの、センサー冷やして、ものすごいこう低ノイズだったということで、天文にはすごい向いてたカメラだったんですけども、今のこの X7 とかになってね、これ見ますと、 えー、常用 ISO 感度が100から12,800って書いてますよね。これが今いくらで手に入るんですかねうん。そう。で、まあちょっと思ったのは、まあ確かにね、この一番最新の X7i っていうのは多分いいとは思うんですよ。はい。だけどね、これ、うん、まあもしかしたらね、これオークションとかで、X その2とか3とか、はい。私が当時持ってたやつよりも、新しい、 えー、3とか4とかまああると思うんですけどそういうのって今いくらで手に入るのかなっていうところをちょっと思いますねはいなんかこう23万とかでボディが手に入るんだったらなんか普段撮りとかで、うん、まあもちろんねあの私あの RX100MRRX100MRII とかそういうコンデジも持ってるんですけどもいやなんかこうここ最近ね私思うんですけどね <laughs> あのー、まあいわゆる YouTuber の方々といろいろ仲良くしていただいて何だろう影響を受けてるのはね一点でねそのスチル写真スチル写真をやるやりたいとかプロでやってますとかそういう方が結構多いんですよね。はい、で私今まで、あのー、交流のあった、まあ、身の回りの方々っていうのは天体の写真はやるけども普段の一般の撮影っていうのは そんなガチではやらないっていうね、うん、そんな方々が多かったんですよだから普通の写真をねあのカメラこういうの買ったとかあんまりねそういう話聞かなかったんで今ねそういう話をこういろいろ聞くにつけすごくなんかねこう新鮮な感じなんですよみんなね結構真剣に写真に向き合ってるうんような印象があります 天体は、はそそれれでガチなんでですよ。マニアックでね。なんだけど一般もう普通にこうあのストラップでこうぶら下げてでカメラバッグもこ,うこだわりのバッグをこうね、えー、身につけてとかっていう感じでやってる方って天体写真の方っていうのはあんまりいないんじゃないかなっていう、まあ、少なくとも僕の友達はもういなかったんで、はい、そんな中で、うんまあ、一眼で写真を撮るっていうね行為、うん、ここにやっぱり何かあのー 文化的なというか何かこう価値がねうんなんかありそうな感じがねしてるんですよはいで私そんなこと言い出したら α7s2 とかねそういうものを持ってるんで <laughs> それをなんかまあねあの一眼で使えばいいじゃんっていう話でまあもちろんそれを使えばいいっていう話なんですけどもねはいただまあ,あの別に買うわけじゃないですけどもまあそこでちょっとこう思い出したわけですねうんそういえば昔普段撮りで一眼レフを持ってたなとうん一眼レフカメラねミラーレスじゃなくてね、うん 思っててたななとといいうことをこう思い出しましまんか今だったら昔は本当になんかあのど真ん中日,も日の丸コースとかで記録的にこう一眼レフを振り回した時もありましたけども今だったらもうちょっとなんかいろいろこだわってこだわってというかまあ別に腕はもう昔と変わんないですけどちょっとはなんか意識してね向上意欲を持ってその一眼レフのファインダーを除いて シャッターを切って、シャッターを切る喜びをこう味わって、はい。というなんか、あの、フローをですね、ワークフローを楽しめるようななんか感じがしました。はい。いや、別に買うわけじゃないですよ。あの妄想なんですけどね。はい。で、えー、私、あの、天文用に今、あの使ってる、えー、一眼デフはキャノンで、6D っていうのね、えー、フルサイズのやつを使ってます。 はい、これはもう天文改造してしまったんでまあ,あの普通の風景とか撮ると赤く映るんですよはい真っ赤っかにこう真っ赤真っ、うん、まあ赤く映りますわねはいでローで撮ると後からホワイトバランスの修正でまあ,あのニュートラルにできるんですけどもやっぱりねあの斜欲がこう湧かないと、うん、もうあのプレビューでパッとこう出てきた瞬間もう赤くこう写ってるんで うん、だからやっぱまあ一般の用途には向かないのかな改造,改造品なんでねはいっていうのは思ってますうんなのでえつい先日ですねまあそういった、まあ、YouTuber の方のレビューっていうのも相まってちょっとなんかね、えー、興味心も手伝って、えー、ヤフオクで KISSX っていうのはまあ新しいやつはちょっと無理にしても、えー、その何世代か前のやつっていうのはどれぐらいで売ってんのかなって 今どれぐらい手に入るのかなっていうのをこう調べたわけですよ。で、キットレンズ。ね、キットレンズ、えー、っと、キットレンズセットっていうんですかね。はい。ボディとキットレンズがこう一緒になったやつね。の中古とかがヤフオクであるじゃないですか。あれを、えー、こう見てたわけですよ。うん、そしたら、うん、まあ、本当3万4万とかね、うん。そういうのでレンズもついてるっていうね。いうのが今あるわけですよね。 片落ちではありますけどもねうん,なんか当にねその写真入門、うん、スチル写真をやるっていうんだったら、うん、なんかそういうのもありかなって入門用に、えー、下手したらなんか23万で買えるんじゃないのっていうね、うん、そのレンズも込みでね、うん、っていう気がしました。 その時私なんでそのキスデジが欲しかったかっていうといや欲しいっていうかまあちょっと気になったかっていうとそのレビューっていうのもあったんですけどもえそれ以外になんかあの YouTube で映像作品を作った時のサムネイルをパシャッとこう撮るために即写性の高い電源オンにしたらパッとこうすぐ起動してでえキットズームなんで フチ、えー、は変動しますけどもね、うんあのー、投資じゃないけども、まあ、ズーム倍率もそこそこあって、さ、う、っ、ん、とこう、する写真がこう結構綺麗に撮れると、うん、いうのがなんか1台あるといいよなっていうふうに思ってたんですよ。あくまでなんかこう、ビデオに添えるサムネイルを撮るためのね、うん、一眼デフって、ちょっとなんかこう、贅沢というか、あのー、ごっついなんかね、あのアイテムになってしまうんですけども、うんえー、そういうのがちょっとこう、妄想でありました。はい で、まあ、そんな中でね、まあ、この Kiss X っていうね、えー、シリーズを今こう振り返るとですね、今最新がね、X7i っていうふうに書いてます。はい。いや、もう、あの、こうスペック、まあ見るとですね、まあ当時とはちょっとこう、運例の差というか、うん、ISO 感度はじめとして、デジック5とかですね、いろいろこう良くなってると、うん、いうことなんでしょうね、きっとね。で、多分、あの、ビデオ、うん、ビデオ撮りしてもね、 まあフル HD ではあるんでしょうけども、あのー、動画中のね AF そうだって私持ってる 6D、うん、これっていうのは動画の時の AF ってそんなにこう良くないんですよ良くないっていうか多分、まあ、ちょっと使い物にな,れな,いならないような多分オートフォーカスなんですよね、まあ、基本多分 5D2 の時もそうでしたけどマニュアルだと思うんですよ、はい、で、まあ、6D って がまあ出て、まあ、フルサイズでこう、ね、ビデオ撮るなってこういじったんですけどもやっぱり AF でつまずいて結局ビデオには使わなかったと、うん、で 70D が出てからなんかいろいろ変わってきたわけですねデュアル、えー、ピクセルシーモスでしたっけ、はい、変わってきたと、うん、それを受け継いでるんですかねこの、えー、KISS シリーズっていうのは今パッと見てちょっと分かんないんですけども、まあ、あのデュアル、えー、ピクセルシーモスうん まあこれね、キヤノン独自のセンサーですけどもこれは今回、まあ、あ 5DM4 って、ね、発売されましたねあれはまあ、ねあのーまあ、私の、えー、お知り合いのツットンさんとかねそういった方々も買っておられますが、あのー、デュアルピクセルシーモスですよなんか言いにくいですよねデュアルピクセルシーモスでしたっけ、はいえーまあ、非常にこう、まあ、フォーカスが速い、うん、機種ですよね うん、で、まあ、あの、1DX もはじめ、1DX2 かなうん。もはめ、まあ、ここ最近出てくる、そういうフラッグシップとか、中級機のね、えー、いや、中級機っていうのかなもうなんか、あの、プロ機ですよね、ゴディマーク4っていうのはね。うん。ああいうものがこう出てきて、まあ、動画にも、まあ、あの全然使えるし、うん。で、スチルはもう、ものすごいというカメラ。 うん、ちょっとね私もねあのスチルの,そのモチベーションっていうのはビデオほどは高くないんで、えー、多分そういう高級機を、ま、買うっていうのはないと思うんですけどもね、はい、ただ本当にエントリーのね、えー、モ,でモデルでキス X とかあと何でしたっけ EOSM でしたっけ EOSM のなんか新しいやつが出ましたよねああいうものあでもあれ買うんだったらあれミラーレスですよねあれ買うんだったらもう α7S って とかアルファ6300も持ってるんで変わんないわけじゃないですか、うん、そうで、えー、まあそういう一般用途で使えるほんとコスパの高い、えー、一眼レフカメラ、うん、っていうのをそういえば僕は持ってないんだなっていうことを気づいたけどもう身の回りのものはコンデジもしくは改造カメラ、ね、でなんか冷却のモノクロの、えー、専用 ちょっとなんか変態的なカメラ、うん、とか、うん、あとはもう全部ミラーレスですね α5100α6300 でそして α7s2、うん、全部ミラーレスなんでそういえば普通のなんか一眼レフカメラ持ってないなっていう、うん、こと思いましたはいで <laughs> あの背面液晶ってあるじゃないですか、まあその α6300 でね、例えば 4K 撮りとかしてると、まあ日中とかやっぱほら、あの背面のその液晶の輝度が低いんで、非常にこう見にくいと、うん。で、ファインダー使ったらね、まあ、そこそこ明るいんですけども、やっぱり多分僕思うには、明るいところになればなるほど、やっぱ光学ファインダーの方が明るいんじゃないかなと、普通に思うわけですよ。うん 高学ファインダーってそのままこう眩しい光とかそのまま取り入れてるんで。はいって思うわけですね。で逆にそうか逆に暗いところでは暗いところでは不利になるのかな高学ファインダーって。うんそういうことなのかなミラーレスとかで一眼えー、っとイソ感度とかを5万とかにこう上げてでまあその。 EVF っていうんですかとかまあ背面液晶とかで見ると結構なんか目で見えないような暗い室内のこう階調とか色とかが浮かび上がってくるじゃないですかあれってファインダーとかでは当然あれ光学式だから見えないんですよねうんそうそうだからまあそういうのもあるんで一長一短なんでしょうけども外で野外でまあ日中ね明るいところで、えー、ファインダー覗いてで バシャって撮るっててるいうねその行為、うん、これはやっぱり一眼レフが、まあ、楽しいんだろうなと。出てくる結果っていうのはもう今多分ね、えー、ミラーレスもすごく検討してますんであの肉薄というかまあ同じような感じだと思うんですけども、うん、写真を撮るという行為についてはやっぱり一眼レフがね、うん、いいのかなということでまあちょっとね、えーまあ、ここ最近そのイオスキ s ス X シリーズね えーまあ、数世代前の, <laughs>、まあ、あの液晶モニターでもそうですけども、まあ、最新のやつを買うとやっぱり一番高いですけども、うん、ほんとね型落ちしていくとねもうガクッとこう値段がね落ちるようなそういうものもありまして、はいえーまあ、あの映像のね液晶モニターなんかやっぱり、まあ、最新のやつめっちゃ高いですけどもだいぶ値が落ちるんですよね、はい、なので、まあ、そんな感じのものをこのイオスキス X には ちょっとこう期待、えー、してました、はい。買うわけじゃないんですけども、うん、なんかまあね、えーまあ、近々お金に余裕があれば一眼レフ、うん、というのをね、えー、再度味わってみたいなっていう気は、えー、ちょっとしますね、はい。ということで、なんかこう、 まあ、あのテーマは1本この「イオスキス X」のねキスデジの話でしたけども、えー、ちょっと昔のことを思い出しながら、えー、この、えー、キスについてこうねお話をさせてもらいましたはい、えー、まあちょっと近々ですね電気屋うんまあ近くの,あの量販店とかそういったところに行って最新のねキスデジっていうのがどんなもんなのかっていうのをねあのタッチ液晶のね指でこうあのポンって触ったらこう フォーカス合わせに行くとか、うん。まあそういったところも含めて、ファインダー覗いたりとかね。うん。はい。そういうのをちょっと一遍、こう、味わってみたいなっていうふうに思います。はい。ということで、えー、今日はですね、まあ,あの対談相手がいなかったんで、まあ、あの、そういう、えー、お話をさせていただきました。また、えー、ちょっとね、お時間あればですね、えー、対談相手交えてですね、えー、なんかテーマ決めて、また、えー、一眼動画トークなり、その他のトーク、 えー、行っってていいいきたいと思,思ってます、はいえー、参加されたいか、えー、方いらっしゃいましたらですね、えー、お気軽に、えー、またコメント欄とかでお声がけください、はいえー。ということで、えー、本日は以上となります。ありがとうございました。